内閣改造、河野太郎と世耕弘重が交代か。産経新聞によりますと、現在、安倍首相が検討を進めている内閣改造において、世耕弘重経産大臣が閣外に出る場合、参議院幹事長に就く見通しであることが明らかになりました。また、河野太郎外相の後任に、茂木経済賛成担当省が、 起用されるる可能性がある模様ですこの河野外相と聖光経産大臣なんですが、お二人とも職務遂行に全力を尽くされており、体力的に大丈夫なのかと心配になる面もございます。特に河野外相は外務大臣専用航空機、専用機がないという問題もあり、外交において相当無理をしているように見えます。 このままのペースで今の日本の外交を維持しようといたしますと、体力的、体調面で大臣に相当な負担がかかるんじゃないかと思われますので、この大臣交代というのも必要になるのかなとは思いますが、こちら大臣を交代する場合、 他国に誤っったシグナルを送ってしまう可能性もございます、ま、た、いわ岩屋防衛大臣のように、外交センスが致命的にない人物もいらっしゃいますので、安倍首相には大臣を交代するのであれば、最低でも日本の国益を、日本国民の利益を守れる人物を起用していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。